五員吉水神社、水神社は奈良県吉野組吉野町にある神社。旧社家具は孫社。世界遺産、紀伊山地の霊場と三景道の一つとなっている。基地の正確な表記は、である。社殿では、白鳳年間に金富山寺の僧坊、吉水院として縁の行者により建立されたと伝えられる。文治元年12月には、 源の頼朝に追われた、源義経、武蔵坊弁慶や聖御前などが5日間、吉水院に身を潜めている。南北朝時代、後醍醐天皇が吉野に先行した時、吉水院の胸の部法院の援護を受けて、吉水院に暗宮を設け、一時居所とした。後醍醐天皇の法御の後、小村上天皇が、後醍醐天皇の像を作って、吉水院に法案している。 文禄三年に豊臣秀吉が行った吉野の花見の際には、吉水院はその本人とされ、5日間滞在している。現在も残る名称の庭園は、その際に秀吉自らが作ったものであるという。明治時代に入ると、神仏分離霊と国家神道化の観点から天皇を仏式で供養することが問題視され、1871年5月に御条件が、 吉水院を神社に改めて、吉野神社とする案を、大上官政府に提出した。五代五天皇を祀る神社を別に作ることを、計画していた政府は五条件の案を却下したが、金府山寺の廃止が迫る情勢となったことから、奈良県が神社への改装を働きかけ、1874年12月17日に、吉シミは、五代五天皇社の名で神社になることが大乗館に、 承認された。1875年2月25日、社名を、吉水神社に改称し、合わせて、南朝方の中心であった、楠木正重吉水院、宗信法院を廃止し、やがて尊社に列している。現在、本殿には2001年に消失した、勝手神社の祭神が仮潜座されている。境内からは、一目千本と呼ばれる中千本と、 上千本の桜がよく見える。ありがとうございます。